オデュッセウスとペーネロペー、フランチェスコ・プリマティッチオは、イタリア人のマニエリスムの画家、建築家、彫刻家で、主に、フランスで活躍した。ボローニャで生まれ、マントバのジュリオ・ロマーノの下で修行し、インノチェンツォ・ダイモラの弟子となってて宮殿の装飾を行い、その後1532年に、フランスのフランソは一世の宮廷での地位を確保した。ロッソ・フィオレンティーノと共に、 フォンテーヌブロー宮殿の装飾を任され、人生の大半をそれに費やした。このため、初期フォンテーヌブロー派の一人とされる。ロッソが1540年に亡くなると、フォンテーヌブローの美術監督に就任し、ニコロデ・ウッダバーテなど新たな画家や彫刻家を手配した。彼は、タペストリー職人のためのカートゥーンを用意したり、16世紀宮廷画家の常として、 仮面劇やパーティのための精巧な装飾のデザインも求められた。これらの作品はほとんど現存しておらず、一部の下絵や版画が残っているだけである。フランソア一世は彼の神秘眼を信用し、1540年と1545年の2回、イタリアへの美術品買い付け旅行に送り出した。ローマでは教皇のコレクションから古代ローマの彫刻の 石膏型を取ってくることが任務の一つで、それを使ってブロンズ像が作られ、フォンテーヌ・ブローの花壇庭園を飾ることになった。プリマティッチュは、フランソは一世の後も、アンリ二世とフランソは二世に、宮廷画家として仕えた。彼の傑作とされる、フォンテーヌ・ブローのサール・ディ・ハーキュルは、完成2530年代から1559年までかかった。 プリマティッチオのマニエリスム的な構図と足を眺めに描く技法は16世紀後半のフランス美術界に影響を与えた。その後プリマティッチオは建築に転向した。サンドニ大聖堂のバロアレーハイ堂が代表作とされるが、これが完成したのは彼の死後で、しかも1719年に破壊された。ありがとうございます。